去年11月のエリザベス女王杯2着の時からはプラス14で494キロです。マリリン推しです。私マリリン大好き。3番ウィンマイティ490キロ増減はありません。4番おととしのダービー馬シャフリヤールです。馬体重は去年のジャパンカップ2着の時からはプラス10で460キロです。ジャックドール、そして現在の1番人気連覇なるか、今日私のおし馬のジャックドールちゃんです。 G1 大阪杯の勝ち馬です。馬体重はプラス8キロで516キロです。6番ダノンベルーガ、馬体重は去年のジャパンカップ5着の時からはプラス8で508キロです。注目のジョアン・モレイラ騎手とのコンビです。7番のヤマニンサルバムです。馬体重498キロマイナス4キロです。8番マテンローレオ482キロプラス8キロです。そして先に10番ですトップナイフ、メンバー唯一の3歳馬です。482キロマイナス2キロです。11番ラーグルフ498キロはプラス4キロです。12番シーグアス502キロはプラス16キロです。そして現在の2番人気は13番のプログノーシスです。476キロはプラス2キロです。先に15番のユニコーンライオンです。馬体重526キロはプラス4キロです。14番伊豆城の奇跡、馬体重474キロ増減はありません。そして1番のソーバリアントです。札幌では2戦2勝好相性を誇ります。馬体重508キロ増減はありません。最後に9番のアフリカンゴールド、馬体重472キロプラス4キロです。以上各馬の馬体重の増減を